魚ダンスの完成形が気になる？披露できるのはもうちょっと先かな。あと少しだから楽しみに待っててね。おっさかんな、おっさかんな。はい、みんな焼き上がったわよ。わー、パリパリの皮の上にまぶした塩がキラキラ輝いてる。うん、この香りたまりませんな。すみません、たった一匹のために焼き網まで出してもらって。いやいや、ルイとユユコが頑張って釣ってきたお魚だもん。気にしなくていいよ。料理してくださったのは玉尾先輩なのに、一恵さんがお返事とは、これいかに。だって洗い物は一恵ちゃんがするから。それじゃあ玉尾、いや、乙姫様、食事前の温度をお願いします。お、乙姫？そうね、それじゃあ、さあ、竜宮での今宵の膳はお魚でございます。このお魚は太郎様がお友達と共に釣り上げてくださいました貴重なもの。綿摘みが育んだ深い愛、共に分かち合いましょう。はぁ、玉尾先輩、見惚れてどうすんですか、ルイ。即興劇には即興でお返しせねば。あ、そうだった。さて、魚の焼き加減。こいつは強火の遠火がいいと言いますが、今の浦島太郎はまさにこの状態。強い思いをぐっと胸の遠くに押し込め申します。乙姫様、ご紹介ありがとうございます。大層なものではありませんが、美味しく食べていただけると何よりです。さあ、竜宮の踊り子、まずはあなたから一口。おお、私からいただいていいのですか？浦島様は本当にお優しいな。それでは。あれ、どうしましたか、竜宮の踊り子。魚のせいである私が魚を食べる、これって本当にいいんでしょうか？え、だってこの子、私と同じ生き物です。そうなってくると浦島様って、漁師って、私にとっては憎い敵では。おお、浦島様ご覚悟。待ってくれ、竜宮の踊り子、君はご飯を食べないの？ご飯？それはもちろん食べますけど、私が食べるのはゆらゆら揺れる海藻とかだし。けれど、それだって一つの命だよ。命をいただき、命をつなぐ。広い視野で見ると僕たちの立っている場所は同じなはず。そっか、私の体もたくさんの命で作られているんだ。浦島様、深いお言葉をありがとうございました。改めてお魚をいただいてよろしいでしょうか？それを弔いとさせてください。うん、どうか命をつないであげて。はい、いただきます。なんて美味しい。竜宮の踊り子の流した涙は鱗より輝きながら海の水に溶けていきました。それを見た皆の心が一つになります。冷めないうちに私も早くいただきたいと。先にもらっちゃってごめんね。収穫できてよかったです。しっかり作り込まれていたのでどうしようかと思いました。みんな素晴らしい即興劇だったわ。それじゃあ今度こそいただきましょうか。はーい、いただきます。骨まで食べるぞ。あ、そんな一気に、貴重な一匹なんですから。うーん、あっ、ひらめいた。って驚かせちゃった、ごめん。悩んでた箇所の振り付けを思いついたの。
気分を入れ替えるために散歩に出て大正解。さて、今も難しい顔して考えてるフミに提案してこようかな。悩んでるのに楽しそう？大好きな踊りの振り付けを考えられるんだから楽しいに決まってるよ。じゃあ行くね。それじゃあ、タイ、ピッチピッチ、マンボウ、プカプカプカ、タツノオトシゴ、フイーンフイーン、ふみが悲しい目で通り過ぎてく。哀れみの目とも言いますな。別に止めないけど、もうすぐ稽古が始まるんだから遊びはほどほどにしなさいよ。ああ、遊んでないよ。これは演目で踊るダンス。ほら、物語の後半で私のソロダンスシーンがあるでしょ。いろんな魚がやってきて落ち込む乙姫様を励ますやつ。まさかあそこを即興でやるつもりなの？そう、型にはまった動きより場の空気で動いた方が良くなるんじゃないかなって。なるほど、さっきの掛け声はテーマだったのね。はい、即興で踊るには発想力と瞬発力が必要とのことで、一恵さんに頼まれて思いつく魚の名前を口にしてたんです。ねえねえ、ふみも何かお題を出してよ。一恵ちゃんがバッチリきっちり踊りで表現しちゃうよ。ふーん、それじゃあサバシャッキーン、シュシュシュ、手足を勢いよく動かしピタリと止める。なるほど、機械的な動きで銀に輝く体を表してるんですね。へえ、適当に見えてしっかり考えられてるのね。デタラメな動きじゃないのもステップの美しさでわかるわ。じゃあ特徴のつかみづらい魚はどうかしら。一恵、次はイワシ。シュー、サラサラサラ。タオルを掴んで広げて、自分の動きの後にタオルがついてくるようにしてる。そうか、群れで泳いでいるところを表現してるのね。これはお見事ですな。一恵さんのダンスで表現できないものなどないのではと思ってしまいます。もう終わりかな。まだまだいけるよ。それじゃあ趣向を変えてカニなんてどう？難しいんじゃない？カニね、力強い動きで手足をバラバラに動かして、硬い殻とたくさんの手足を表現。では次はタラバガニで。タラバ、タラバ。ズワイガニは？ちょっと待って、二人とも。そういやご存知ですか、花咲ガニという種類もいるらしいですよ。へえ、華やかな名前ね。一恵できる？違いがわかん